ジャシン・ダ・ケート・ローレル・アーダー・アンは、ニュージーランドの政治家。第17代ニュージーランド労働党党首、2017年10月に、第40代ニュージーランドの首相に就任した。1980年7月26日に、ハミルトンに誕生する。父の勤務地、モリンズビル、ベイオブ・プレンティ地方、村っパラに育つ。おばのすすめで10代で、ニュージーランド労働党へ入党する。 モリンズビルカレッジ卒業後、ワイカト大学へ進学し、コミュニケーション学、政治学、パブリック・リレーションズを学ぶ。学位は、学士。2001年に、ワイカト大学を卒業し、インターン生として、ヘレン・クラーク、フィル・ゴフの事務所へ勤務する。ニューヨークで、ボランティア活動に従事した後、ロンドンへ渡り、インターン生として、トニー・ブレア元イギリス首相の事務所に勤務する。 2008年に国際社会主義青年同盟委員長に就任。2008年の総選挙に立候補し、ワイカト選挙区で敗北するも比例復活し初当選。2011年、2014年の総選挙でも比例名簿入りし3期連続当選を果たす。2017年2月、デビッド・シアラーの政界引退に伴い行われたマウント・アルバート選挙区の補欠選挙に立候補し、 当選を果たす。同年3月、労働党副党首を務めるアネット・キングが、直送選挙へ立候補せず政界引退を表明。これに伴い、アーダーンは労働党副党首に就任。同年8月、支持率低迷を理由にアンドリュー・リトル、労働党党首が辞任し、第16代労働党党首に就任した。アーダーン党首就任以降、労働党の支持率は急回復し、 同年9月23日の総選挙で労働党は14議席を増やし46議席を獲得。しかし、政権与党の国民党には及ばず、第2党に止まった。連立政権受立へ向けた話し合いが行われ、同年10月19日、ニュージーランドファースト党のウィンストン・ピータースは、労働党との連立政権受立に合意したことを発表。閣僚を経験がなく、 ニュージーランドの政治史150年の中で最年少の37歳、3ヶ月で首相に就任した。2019年9月19日、ラグビーワールドカップ2019開催時期に合わせて、訪日、安倍晋三首相らと会談を行った。2020年3月、2019、新型コロナウイルスの感染拡大局面において、外国人の入国禁止のほか国民の行動を、 制限する厳しい措置を取ったが、国民からの反発は限定的なものであり、同年10月17日に行われた総選挙では、労働党を率いて過半数の議席を獲得して勝利を収め、首相続投を確実なものとした。モルモン教の家庭で生まれ育ったが、同性愛者など LGBT 当事者の友人らを支持する立場から、 同性結婚の合法化に反対するといった結婚に対する保守的な立場を受け入れられず、20代前半にモルモン教の信仰から離れた。父のロス・アーダーンは元警察官で2005年にニューエ警察長官に就任。2014年から在任ニ,ニュージーランド高等弁務官に就任。母はローレル・アーダーン。 夫クラーク・ゲイ・フォードディスクジョッキー兼テレビ司会者のクラーク・ゲイ・フォードと事実婚関係にあり、2019年4月に婚約。2021年5月5日に夏をめどに正式に結婚することを自身が出演したラジオ番組で明かしている。2018年1月に妊娠を発表。同年6月21日に第一子を出産。産後6週間は産休を取得し、 その間は副首相のウィンストン・ピータースが首相代行を務めた。同年8月2日に公務に復職し、世界で初めて首相在任中に産休を取得した政治家となった。パドルズという名の猫を飼っていたが、2017年11月7日に死去した。ありがとうございます。